いやだからね、民主主義を捨てろって桜井が言いますでしょ、そうすると必ずね、いや、それはもう先制主義に戻れというのか、お前は何を考えてるにだって言って、ですねもう即ね、こうなんていうの,あの、脊髄反射を起こすバカがいるんですよね、うん。で、お前さんの言ってる民主主義とやらは、地方選挙で2割、で国政選挙で5割の人間しか行かないですね、選挙で、それを民主主義と言ってんのかいって言うと、黙りこくるんですよ。 地方選挙で2割しか行か行ないんでですよ地方選挙でたった2割の人間5人に1人しか投票所に足運ばないんですよね。そりゃあんたねそりゃあんたもう日本ダメでしょ、まあ、よくそれでですね民主主義なんて言えるなというですねあの民族的にバカな民族がどんなに頑張ったって民主主義なんか合わないんですよ。 民主主義ってのはあくまでもヨーロッパの人間がたどってきた道のりの上に民主主義ってのが成り立つわけであって日本人みたいにねバカをずーっと続けてきたですね政治的バカを続けてきた日本人にいきなり民主主義ってものを持ってこられても私ばっかでーすっていう人間しかいないわけですからだから選挙やったところで2割しか行かないんですね。 たった2割しかいかなくて、それで票取ったと言って喜んで議員になってる、こんなんばっかりですせ、そうなんですよね、選挙に行かないくせに文句は言う、だから選挙に行かなかったんだから、白紙人情を政府にね、渡したんだから、お前、文句言うなよとで、増税だって政府が決めたら、それに対して、はい、わかりました、増税ですねっていうことで、8割でも9割でも10割でもね、税金を黙って支払う。 当たり前なんですよそれが選挙に行かないってことですからね選挙に行かないっていうことは白紙委状を政府に渡してるんです。